松江駅の駅弁ですね。蕎麦屋のだし飯です。出雲蕎麦たたら屋さんの、なんだろう、だしを取ったのかな。まあそんな駅弁ですね。では、蕎麦屋さんのだしを使って炊き上げられたという、まあ、だし飯ですね。どんなものか開けてみます。これは美味しそうだ。これはね、なかなか人気出るんじゃないですかね。彩りもいいし、まあ、盛り付けも繊細で細やかなところがあるし。これデザートかな？まあ、後でウェブサイトにレビュー書きますけど、なかなかいいですね、これ。私多分これ気に入ると思うな。はい、ということで松江駅の駅弁、蕎麦屋のだし飯でした。